山下光は日本の心理学者、学位は博士、愛媛大学教育学部教授、大阪教育大学教育学部助教授、愛媛大学教育学部助教授、愛媛大学教育学部准教授などを歴任した。関西学院が設置、運営する関西学院大学の大学院に、進学し、文学修士の学位を取得した。また、後年に、 例複雑図形の再生を規定する要因についての実験心理学的検討と題した博士論文を執筆しており、川崎学園が設置、運営する川崎医療福祉大学より2006年9月26日に博士の学位を授与されている。1998年4月、国が設置、運営する大阪教育大学に採用され、教育学部の助教授に就任した。 なお、大阪教育大学は2004年に国から同盟の国立大学法人に移管されたが、以降もそのまま引き続き勤務し、2005年3月に退任した。2005年4月、同盟の国立大学法人により設置、運営される愛媛大学に転じ、教育学部の助教授に就任した。なお、2007年3月まで教育学部の助教授を務めていたが、 同年4月より教育学部の准教授となった。同年9月までは教育学部で准教授を務めていたが、同年10月には教育学部の教授に承認した。教育学部においては、主として特別支援教育を講じた。専門は心理学であり、実験心理学や臨床心理学といった分野を研究していた。具体的には、 実験神経心理学や臨床神経心理学などの研究に従事した。研究成果は論文として発表するだけでなく、学術書や専門書も上司している。ありがとうございます。